ご視聴ありがとうございます。ゼルダの伝説のティアキンのシナリオを進めていきます。前回はですね、この竜の頭の塔と書いてね、まあ、そこにいるんですけど、まあそこのですね、祠をクリアしました。で、ここからですね、ちょっとさらに移動しなくちゃいけないところがありまして、これ閉まってますね。なんかね、なんだこれ、あのね、キノコ狩りみたいにキノコがありますね。この先のドアにね、ちょっと行かなくちゃいけないんですけど、ここね、なんかね、キノコが多いんですよね。すごいですよ、もうキノコ狩りですよね、本当に。空だけがね、非常にありまして、なんかやたら拾ってますね。はい。頑張りそうね、本当頑張りそうはね、こっから先もお世話になりますけど、まだありますね、それだけがね。すげえ量、こう食べるには困んないですね、ここまでやるとね、ほんとね。おお、あ、そうだ、これね、そう、女神像があるんですけど、これ、まあ、理由があるんだけど、あのドアでね、ハート使うんですよね。まあ両方と思ってません。はい、あともう一個あるとね、もらえますけど。はい、じゃあ行きましょう。はい、それでですね、ここのドア、時の神殿と同じような仕組みのなんかドアっぽいんですよね。はい。で、ここに手を合わせて押します。でね、A をね、長押しするんですけどね、これで私ね、よく見てね、長押しして ないで、なんでこれ先進まねえんだよと思ってね、やってたんですよね。ほんとね、もうダメだ。あ、で、やっと長押し始めましたね。で、これ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。まあ、ハートがね、10か11あれば開けられるはずなんで、まあ、ある程度話、なんていうかね、祠を攻略したりね、話を進めたリンクでしたら、先に進めることが可能になりますね。はい。これね、まだね、輪っか遺跡の秘密っていう、あれなんですね、クエストなんですね。これまだ進んでるんですよね。はい。ここで輪っか遺跡が終わるのかな。まあ、明らかになんか顔ですよね。お、なんか顔認証されましたね。なんか、お、お前リンクだろみたいな感じでね、認証されたような感じしますね。ここでね、こっからがね、一気にシナリオが進みます。はい。ねえ、ここでなんかね、光が出てくると、あそこに行かなくちゃいけないんですよ。ゼルダを守りし騎士よ。あ、お姉さんの声ですね。光の差し示す先へ。はい、というわけでね、光に差し示す先へ行きましょうということでね、ロードしてますね。はい、あ、大丈夫ですね。はい。で、これでね、メインチャレンジの輪っか遺跡の秘密が終わりました。で、これ次ですね、いよいよ太古よりの導きっていうのが始まります。まあ、ほんとね、何年前なんでしょうね、このね、5人目の賢者ってやつはね。はい、行きましょう。行くんですけどね、まあ、これ明らかにこれ持ってね、降りるわけにはいかないので、で、これ持ってる間もね、確かにね、ワープもできないはずなんですよ。あれと一緒ですね、水晶持ってる時と一緒ですね。あ、なんか落ちた、大丈夫。はい、これを持ってね、空飛んでいきます。で、まあ、なんとなくですけど、場所がありますね、これね。なんか、力の泉じゃ、勇気の泉かなんかですよね。はい。で、これでですね、竜頭島でいいのかな、竜頭島っていうのかな、竜頭島にしよう。はい、竜頭島です。はい。竜頭島と書いて竜頭島ですね。はい。はい、で、ここで、まあ、これでね、飛行機で、手作り飛行機でですね、持っていきます。すごい昔の話なんですけど、昭和か平成の時代に、なんか日本テレビで、アメリカ横断ウルトラクイズってありましたよ。もうなんか、ニューヨークへ行きたいかとかですね、今はね、高校生クイズっていうのはね、夏休みが続いてますけど、あれのね、なんかね、大人版みたいなのがね、なんか昔あったんですよ。でね、まあ、ちょっとね、まあ、実際子供の頃だからね、そこまで覚えてないんですけど、
その今飛行機で思い出したんですけど、なんかね優勝のあれは最後ね、なんかニューヨークかどっかで一人になって、まあ最後あの対マンで、あ、なんですかね、あのクイズの二人で決戦やって、それで勝った人が確かなんかね賞品もらえるんですよ。で組み立てられる手作りの飛行機みたいのがね、なんかねあったような気がするんですよ。ちょっとね後でウィキペディアで調べてみたんですけど、あれどうしたんですかね。ねえ、なんかねすげえ優勝商品だなと思うんですけど、でも飛行機って一般的ですけど、これ日本だと思うんですけど、なんか免許必要ですよね飛行機ってね。だって誰でも彼でもだってこんな飛行機作って飛んだら大変なことになりますよね。あれどうしたんでしょうね、あれね、ウルトラクイズの商品ってね。これなんか今、まあ、あのゼルダの伝説の世界、このハイラルの世界なんて、まあ言い方がいいですけど、そんな免許とかないじゃないですか。ない免許ないですよね。リンクがね、あの自動車免許のね、あの教習行ってるとかってそんなんないんですよ。うん、だからね、まあね不思議なんですよね、あのこのアメリカウルトラクイズで、あの飛行機もらった人はどうしたのかなと思ったら、あれすごいね、実はね子供ながらずっと不思議だったんですけど、今だったらウィキペディア見れば一発で分かる話なんですけど、ね、そう気になってることはやっぱ調べないとダメだなと思いますね。はい、というわけでね、リンクが作ったのを作りましたね。まあある程度作りました、この手口作り飛行機でですね。あ、そうで、ちなみにね、ウルトラクイズのね、その景品もね、多分ですけどね、こんなある程度のパーツをね、作られたもので、まあ今で言うと、だからあれですよね、プラモデルとかラジコンみたいな感じだと思うんですけど、さすがにモーターから作るとかそういうのじゃないと思うんですよね。で、ある程度の、あのものは出来上がってて、それをなんか組み上げるって感じですよね。だからあの、三岡自動車さんがなんか売ったあの手作り自動車みたいなもんですよね。さすがにエンジンから組み上げるなんて、本当それこそね、素人さん無理だと思う。イギリス の, あの車メーカーも確かね、手作り車でね、なんかね、売ってましたけどね、ケータハムかなんかがね。で、まあ実際このね、手作り飛行機、あとね、そう、説明するの忘れてました、この時、リンクってまだ、この予備のバッテリーほとんど持ってないんですよ、この、なんでしたっけ、ゾナウエネルギーの。で、今私が、実際プレイしてる、ここからまあ何日か先の未来のリンクに関しては、もう、ゾナウエネルギーだいぶ溜まってると思います。こんな少なくはないです。ゾナウエネルギーもね155ですね、在庫ね、やっぱ少ないですよね。もうね結構、バッテリーが溜まって、この場合ね900個取っ換えたので、もうだいぶいいと思いますよ。はい、着きましたね。はい、でこれで外しますね。なんかね、この、ね、飛行機もね、ずっとね、持ち歩きできるといいんですけどね、ぽいぽいカプセルみたいにね、ドラゴンボールの。なんかちょっと名残惜しいんですよね、なんか。もう走行機兵ボトムズのね、あのスコープドッグみたいに使い捨てですよね、ほんとゾナルギアってね。はい、置きます。これ置いて大丈夫なのかな？置いて、そうするとね、反応がありますんでね。あ、なんか台座みたいなのありますね。こんな正確に置かなくちゃいけないのかな。あ、置かなくちゃいけないみたいですよね。何の反応もないですね。これやっぱ、あ、反応した。これ反応なかったらちゃんとはまってないからかなと思ったんですけど、違いましたね。ちょっと不安になる反応ですね。これ入り口が開くんですかね。あ、開きましたね。これ今となってみたら、この今から行く場所って地下に先行ってたらどうなるんだろうな。何の反応もしないかもしれないですね、もしかしたらね。はい、さらにあそこに進みます。なんか手の込んでますよね。まあ何かやっぱりいろいろ隠したかったんでしょうね、この、まあ、あの時のまあ世相といいますか、何といいますか、あのね、戦いが終わって、まあ、後の未来にね、そういうのをなく、あの託さなくちゃいけないっていう、まあ、リンクにね託さなくちゃいけないっていうところを考えると、まあなんかね、いろいろ
ね、隠さなくちゃいけない、隠れなくちゃいけないっていうのはちょっとあったのかもしれないですね。お、これで動きがありますね。はい。これね、すごいやっぱゾナウ技術っていうのがやっぱねすごい技術なんだなと思うんですけど、もうなんかこう明らかに空飛んで降りてってますもんね。リンク、お姉さんですね。ゼルダを守りしくし、早く、一刻も早く、私たちは出会わなければなりません。はい。すごい技術ですよね、本当ね。こういうのを生きてるうちにできるのかなと思いますけどね。動力はね、ゾナウエネルギーっていうね、あのエネルギーを使ってますけどね。で、これが、あ、もうなんかね、こうやって根が見えてますよね。まあ、祠がね、周辺にあるっていうのはね、わかりますよね。はい、着きました。で、ここがですね、今回から実はね、これね、1回じゃ終わらないので、おそらくね、あともう1回だと思うんですけど、この太古よりの導きっていうのは、ね、今ね、ここがね、今、多分場所のまでですね、ゴーレム製造棒って言いまして、ここでおそらくですね、ゴーレムをね、作ってたんでしょうね。はい、で、これをね、はめます。はい。ちなみにね、置くだけでは自動で行ってくれませんので、ちゃんとね、あのゾナウの技術をね、リンクさん預かってるんですから、そう、こういうことをしないといけません。はい、はめます。はい、はまりましたね。で、どうもね、胴体はね、最初からあるんですよ。要するに手と両手と両足をつけるっていうのがこれからの、あのミッションになりますんで。リンク、ゼルダを守りしきしよ。私の名はミネル、魂の賢者。はい、やっと名乗ってくれましたね。ミネルさん、お姉さんですね。やっとお話しすることができます。今の私は魂だけの存在、新たな依り代がなければあなたと真に間に合うことができません。ここより見える4つの蔵、4つの蔵、はい、これ4つの蔵に行くことになります、これからね。そのすべてを巡り、我が依り代を作り上げてほしいのです。どうかお願いします、リンク、ゼルダを守りし騎士よ。わかりました、わかりました。はい。で、ですね、今回のこれであのメインのものになるんですが、ここからはですね、その各棒に行くんですね。あの4箇所あるんですけど、右手、右腕、左腕、右足、左足みたいな感じで4箇所に分かれてますんで、これがね、ちょっとね、割と面倒いんですね。面倒いし時間もかかるので、とりあえずですね、近いのが確か右腕じゃないのかなと思うんですよ。これちょっとね、距離感がちょっといまいち分かんなかったんですが、まあこれは多分ね、あの各四隅に行けばなんとかなると。で、なんとなくね、あの光がね、あ、右手は近いのかなっていうふうになんか思ったんですね。なので、今回はですね、右腕から行きます。右腕、確かね、その後ね、右足、要するに右側から行きます、簡単に言うとね。でそこから行きますの で、これがね、すいません、大変申し訳ないんですけどね、結構時間をかかってしまいました。で、今これのね、カチャカチャやってるのに時間がかかってるっていうわけではなくって、全体的に時間がかかってしまいましたので、今回はね、あの右腕を取るとこまでやります。はい、右腕までですね。
はい、で残りの V 残りの V っていうのかな、残りの V に関しましては、ね、次回で終わるのかな、ちょっとねまだね編集途中で何とも言えないんですけど、少なくとも、今回は右腕だけです。で、次回以降で、まあ、残りのねあのパーツ V っていうパーツって V でいいのかなを、取りに行きたいと思いますので、ちょっと分かれます。でそれそうするとですね、今度5人目の賢者が合流いたしますので、はい、まだねあのでもうねもうほとんどネタバレの動画とかもいろいろ出てるんであれなんですけど、このお姉さんはとにかく5代目の賢者つなあ5人5代目じゃねえや5人目の賢者つなは分かりまして、でその5人目の賢者つなどういうふうに動くのかっていうのはですね、これはちょっとあの動画あのですね、今回のこの続きものの動画を見ていただければ分かりますので、あのご確認いただけたらと思います。今回の動画を全部見ただけでは分かりませんので、まあ、あと1回か2回ですね。そうすると、まあ、あの5人目の賢者はこんな形で合流するのかっていうのが分かります。そうですよね、魂の賢者なんですね。じゃあ魂の賢者はじゃあどうやって動く、どうやってその体を動かすのかっていうのがこれで分かりますのでね。で今チラチラとか見えてます、ちょっと明るいとこありましたよね。あそこがですね右腕の攻防になりますんで、でまあ、おそらくなんですけど、まあ、ちょっと推測するにゴーレムをここで製造していたんですね、まあ、いろんな素材が掘れたりとかですね、まあ、いろんな動力が掘れますので、まあ、それを使っていたんじゃないかと。なんですけど、まあ、時が過ぎてね、あの、まあ、こういうふうに、まあ、ゴーレムがね作れなくなっちゃったのか、まあ、それ主がいなくなっちゃったから作れなくなったのか、それはちょっとわからないんですけど、まあ、何らかのねあの行動が取れなくなったんじゃないかというのは推測できますよね。はい、いつもすごいデロデロのところに出ますけどね、はい、まあそれはしょうがないでしょう。はい、で、これが右腕の蔵って書いてますね。これ多分ね右ここにねしっかり右腕が保管されています。で、ここでねスイッチを入れます。はい、ありますね、はい、でスイッチを入れるとですね、なんかねあの不親切なっていうあのねここから持ってきゃ済むのにね、なんかなんていうんですかね、これ右腕なんですよ。でね今来た道をそのままね帰ればいいんですけど、なんかね閉められちゃうんですよね。何なんでしょうねこの不親切な設計ね、不思議。だからそんなリンクにあなた試練与えますって思いますよね。でこれね本当分かんなかったんですよ私、申し訳ないんですけど、まあなんとなくベルトコンベアみたいになってますよね。まあそれはいいですよ100歩譲ってね。でも本当にいちいちね後ろ締める必要あるのかなんですよ。単にね持ってかしてくれればいいじゃね、ここまで来るまでにね相当苦労してるんですよリンク。なのにねこれでもかっつぐらいゲーム性高めようとしてますよね。でちょっとね上がどうなってるのかちょっと心配なんでちょっと見に行きますので、でこれ上はね空いてるんですよね。そうなんです、空いてるんです。でここはね何なの、電気のねなんか道になっちゃってるんですよね。これ多分電気触れるとダメージ食らいますよね。ってことは普通ではいけないんですよ。じゃあここに橋をかけるのか、これは多分ただのまあまあこれ自体はね問題ないです。もう落ちても別にリンク怪我するわけでもないですからそれはいいんですけど、まあビリビリのとこ渡るかここに橋をかけるかどっちかなんですよね。まあブループリントで作れますんで橋は。いやそんな手の込んだことしなくてもいいよなっていう気もしますので、まあ単純にねあの雷の電気のダメージを受けないようにすればいいだけなので、でですねあとですね、ここでちょっと説明しておきたいのがゾナウエネルギーが155しかないんですよ。で155って結構空の探索使うとあっという間ですよねこれね。でここでねこれかぶります。で五雷の冠立てるとまず電気のダメージは食らえませんので、まあ試しに行きます。はい大丈夫ですね。そうするとまあウルトラハンドかなんかで掲げながら持っていくっていう移動ができるようになる場合いますよね。
なのでとりあえずあいつをここの上に運ぶっていう作業が今必要なわけですね。簡単に言うとそういうことですね。でさっきのゾナーエネルギーの話なんですけど、今はねちょっと地底探索してるんであんま使わないんですけど、あの空島を移動するのに結構エネルギー使うと思うんですよ。例えばまあ飛行機、さっき使ったねあの手作り飛行機とか、あのそういうのを使って移動するにしてもね、やっぱね足んないですよね。まあ特に今のリンク、今の私がこのまさに動画で流れてるリンクだと、もうあのバッテリーが少ないんでガンガン減りますよね。そうするとね150っていうのはねかなり少ない数字だと思うんで、もうねあそこはね多ければ多いほどです。特にねあの空に行く方はもう失礼しました。もうね多ければ多いほどいいと思いますんでね、もうたくさん持っていくことをね本当おすすめします。うん、もう本当にもういくらあっても足んないです。あのおすすめです。本当もうたくさん持ってってくださいぜひね。で、これなんで車を持ってきてるかって、あのタイヤを持ってきてるかって言いますとですね、これ多分ねこっから先はあの今ねこの四角い箱ありましたよ、あの時に腕が入ってるんですけど、あれ自体をね車にしちゃえばいいんじゃねえかなと思ったんですよ。多分ねそんなことできると思うんで。で一応ね私ねこれねブループリントを橋があったんじゃないかなと思って今探してるんですけど、あないですね、ないですね、橋最近作ってないんですね。ああそれはし、あこれ3つがあるなと思ってね。あーでもね届かないんですよ。あじゃあいいやと思ってやっぱりねあの手で運ぶことにしました。でその前にですね、じゃあここでどうせ材料もあるから、じゃあよし、じゃあ車を作ろうということですね。車を作ることにします。でここでね多分ね私ね大きなミスをすると思うんで 見ると分かります。ほんとねあのねこのね車の向きをね私よく間違えるんですよね。タイヤの向きを間違えるからね進まないんですよね。それにねちょっとね後からね気づいてね、もうなんて僕は頭悪いんだと思うんですよね。はい、でねまあこれ4つタイヤが、あともう1個ですねとかこの辺にあるでしょう、もう1個ね。だからまあこうやってあのベルトコンベアが実際壊れちゃったから、あれでしょうね、ゴーレム作れなくなっちゃったっていうのもあるんでしょうね。でこれタイヤ4つ今ありますので、じゃあこれをこれに、ね、つくんじゃないかなと思うんですよ。あやっぱつきますね。うん、でつくんじゃないかと思いまして、ねこれをねつけますね。これをつけてね、これに乗っていっちゃえばいいんだと思って、行けるところまでとりあえず行こうというふうに思いまして、まあ、タイヤをつけます。これ であとこれにねハンドルつけちゃえばねもうちょっとした車になりますのでね。あれですね、今簡単に乗れるキックボードがありますけどね、もうね、ああいうのもねなんかねもしかしたらゾナーギアで作れるんじゃないかなと思ってね。ね、これかな、ここではなんかね私ね向き間違えるんですよね。向き間違えんじゃなかったっけ、あれこれじゃなかった、次のところで間違えるのかな、もしかしたら。あタイヤの位置が違いますね、ちょっとね、ちょっと高いですね位置がね。これだとねじゃあやっぱりちょっとそうですね、はい、そうした方がいいですね。倒れますね、はい、もっと雑なもっと大切に扱ってください本当にね。あれ電動キックボードとか作りたいなと思いましたね、あれ見てね。今朝もねそうだな、電動キックボードでねスイスイ走ってる方見かけましたけど、ああここかやっぱり、ね、向き間違えてますよね明らかにね。まあまあいいでしょう、とりあえずねこれは笑っていただけたらいいものだと思いますんでね、はい、でこれでつけますので、ね、まあ、とりあえずここはね運ぶっていうのが大事なんで、電動キックボードでも実際はあれじゃあ乗りたいかって言われたらやっぱ怖いですよね、ちょっとね、はい、もう明らかに向き間違えてんですよね、これで後で見ると分かりますんでね。はい、じゃあ行きましょう。でまあ乗りまして、まあ、まあ、あとはねウルトラハンドで持てばいいだけなんで、とりあえず対岸に行くってことがまず大事ですね。はい、じゃあ行きましょう。もうね歩いていけばすぐなんでね、
で、操縦桿はガチャガチャでもらったやつを使えばいいと思いますんで、もうねこれでね向きが違うんですよね、明らかにね。で一応ね、一応こっから先の様子を見に行くんですよ。あ、走れるかなっていうのを、まあ多分大丈夫じゃないかなと思うんですよね。あ、大丈夫そうですね、坂道ですもんね。はい、あ、大丈夫だ。これでも怖いですよね、ちょっとね、ちょっと怖いんですけどね。まあまあまあ大丈夫でしょう。結構スピード出ますよね、でもね。でこの手はね結構使えますので、なんつったらいいんでしょうね、こっから先もね、この四角い箱があと3つ、まあ、これも含めて4つになりますんで、これはねかなり使えます。ていうかね、こっから先もね運ばなくちゃいけないので、ウルトラハンドでずっと持っていくっていうのはちょっと邪魔になりますんでね直してますね。そうなんですよね、早めに気づいてよかったですね。これあとね、ちなみにもう 1,2 回やりますよ、同じミスを、ね、ひどいミスだなと思うんですけどね。ね、本当ね、制作者の人たちはね分かりやすく作ってくれてるんですよ、本当に。なのにねこういうことをやるんですよ。はい、でね、これで、ね、矢印がねよく見ればあるんで、その通りにつければいいんですよ、タイヤをね。はい、それをね本当ね、はい、ちょっと見てね、しっかりね、はい、合ってますね、はい、合ってるのかな、合ってるっぽいね。はい、大丈夫です。あと何でしたっけ、このゾダウギアを使ってなんかいろいろすごいものを作ってる人いますよね。そ、本当ね尊敬しますね、本当ね、本当にマジで尊敬します。私もこの想像力がすごいですよね。はい、でね、あ、これで大丈夫かな、これで向き合ってますね、合ってるのかな、合ってるっぽいですね。はい、でこれであとね、操縦桿つければ走りますんで、操縦桿は、おお、9個もありますね。はい、で操縦桿をつけましょう。はい、つけて、あ、まあまあ操縦桿はどこでもいいですよ。はい、わ、わけわかんないのでつけなければ走りますんでね。はい、どこだっけな、どっかがねめちゃめちゃ難しいんですよ。左の方で、まあ、ここはねかなり簡単ですね、場所的に。ああ、魔物がいたんですけど、ね、すいません。これはね戦わないと先に行けないんじゃないかな。開けますね。これ多分ね、前に、トゲトゲかなんかつけないと戦えないじゃないですかね、これね。車でどっかやるっていうだけじゃちょっとダメなんでしょうね。はい、でこれで OK ですね。そう、ゾナニウムもね、ほんと。なのでね、やっぱり、ね、地下の探索って、こう言ってはなんですけど、ちょっと早めにね、やっといた方がいいですよ。やっぱゾナニウムにしても、ゾナエネルギーにしても、本当必要になりますんで、まだ戦闘してますね、すいません。戦闘してる最中で、これで右腕が届きました、あ、右腕ね、右腕が届きましたので、これをじゃあ、はめに行きます。はい。まあ、一応、戦闘するの?しないよね。しないよね。あ、そうだそうだ。これね、根っこをね、ちょっと解放した方がいいんじゃないですか。はい、で、根っこを改造するとですね、あ、改造じゃねえや。根っこを解放すると、まあ、この周辺がね、入るんで、やっぱ分かりやすくなりますんでね。でちなみにね、私はなんですけど、ここはね、その後もちょこちょこ来ますので、これはね早めに解放した方がいいと思います。っていうか本当もう初期の段階で解放しといてもいいんじゃないかなっつうぐらい。でも来れないのかな、ここ。いや来れると思うんだけどな。来るだけだったらできるんですよ、その要するにメインチャレンジには参加できないかもしれないんですけど、
はい、でこれで根っこを解放しましたね。はい、で、すいません、ちょっとねもうこの動画の残り時間がもう本当短くなってきたので、ちょっと先に、ちょっとお伝えしますとですね、やはりさっきもお伝えしましたが、残りの残りですね、残りの、パーツに関しては次回以降の動画になります。で今回はこの右腕を、装着したところで、終わります。もうあと1分以内で終わっちゃいますので、で終わりとなりますので、これねここまで持っていくと便利なんで、そうこれでそう自動的にね壊れるんですよ。はい、これねあのなんかタイヤを外したりとかってそういう手間はないので、うん、ここまで持っていくと大丈夫ですのでね。はい、でこれで右腕、これでちょっとね向きがちょっとわけわからなくなっちゃうんですけど、冷静にやれば上がりますんでね。はい、これで右腕がはまりますということで、はい、はい、これでつきます。はい、はい、というわけでこれでちょっとねあのお姉さんのセリフがありますけど、先に私もご挨拶をしておきます。今回の動画最後までご視聴ありがとうございました。次回もぜひご覧ください。ありがとうございます。